いいのこれね。ひーちゃん、お兄ちゃん蜂に刺されたよ。蜂なんかもう絶対や。絶対やね。蜂なんか大嫌い絶対。ね。父が蜂に刺されたから今捕まえて緊張炉を巻いて。ほら。結構大きいや。すごい大きいのこれね。お兄ちゃんのズボンに洗濯と一緒に紛れ込んで入ってて、お兄ちゃん足刺されました。毒絞り取ったからさ、結構腫れがもうね。痛かったね。すごい。自分が落ちる。お兄ちゃんから泣き。地獄に落ちるって言っても、蜂も自分を守ってくるわけだから、まあ、ね、まだ足動いてるよ。俺が手をこうプルプルしてるから。違う、キューってなってる、ほら。やだ、ほんとに動いてる。大丈夫です。どこ？ひーちゃん絶対変なところにテープ貼るから見せない方がいい。そうね、父に手作り絆創膏を作り出すの。あね、どんぐらい大変？摩擦大丈夫だった？怖かったな。ズボン履きたくない。ズボン履きたくないね。ズボン履くと蜂いるみたいなトラウマになってるよ。どうしよう。グーで殴ってたの。これはだし。ハルくんがこのズボンを嫌いになった。捨てていらないって言われた。ハルくん、ほら履きなよこれ。ハルくん履きなよ早く。ひーちゃん、ちっち、ひーちゃんまで一緒に逃げてんだけど。あ、二人でトイレに逃げた。鍵閉められた。ズボンはいかがですか？ドンってされた。結構さ、本当にさ、穴が大きいよね。じゃあ、チッチ刺されちゃったよ。何それ？マジった。ズボン履かないんでしょ？スカート履くしかないじゃん。めっちゃ可愛いよ。ズボン嫌だからってスカートしかなくね。ひーちゃんのだから貸してあげるよ、チッチに。ちっちゃいよそれ。大丈夫じゃない、これギリギリ履けると思う。ねえ、ちっちゃいよね。ねえ、あ、可愛い。ハーちゃん、これだったらさ、ハチが入っててもほらすぐ逃げる。めっちゃ怒ってる。あそこは虫がいないんだよ。あそこは虫が。うん、だから絆創膏貼った方がいいよね。絆創膏の卵だから。どうしたの？新しいズボン持ってきたんだけど。じゃあ何、お兄ちゃんパンツ1枚で過ごすのこれから。どうすればいいの？じゃあズボン恐怖症になっちゃったけど、どうしよう。どうぞ。これ新しいズボンだってば。なんかここにガードマンがいてズボン渡せない。お兄ちゃんパン一で過ごすわけにはいかないんだよ。いやでもね、もうこんなズボン捨てて。いやズボンはさ別にいいんだけどさ、パン一で過ごすことに問題があるって言ってる。そのこと言ったらパンツの中に蜂がいたらどうするんだよ。確かに大事なところがチクったよ。ハーちゃんいるか？ハーちゃんテーブルの下に隠れる。昨日のひーちゃんじゃん。地震だ。ひーちゃんがお姉さんモードになってんの。怖いのか、うん、怖いからもうこのズボン捨てて。い
や、ジーパンさ、捨てたらさ、あの子履くものないから。そこはさ、お兄ちゃんこれ履いてってひーちゃんが言ってよ。そんな蹴り入れてないで。もう蜂いないから。おお、いいね、ちょっとカチャ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 。ひーちゃん、蜂ひーちゃん、にゃ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 ハチって別にテーブルの下に入って食われるし、うん、もう大丈夫だよ。ほらもうパパ調べてるから平気だよ。何俺これ毎朝これやんなくちゃダメ？毎朝ハチがいないかチェック。大丈夫だよ。 何が怖い。何が怖くない。いなかったじゃん。ハチだよね。ハチだよね。俺はこれ頭からかぶれるところ。パパだって顔からかぶってるよほら。ちょっとビクッてしたんだけど、このボタンが割れてる、この角だったらボタン割れてるじゃん、これ。嘘。本当。それ予備じゃない。うん、これあの、メスのゴム止めるやつ。お、びっくりした。すごい、入れてください。いっぱい。え？兄ちゃん？父にズボン履かせてあげないと、父どこもお出かけできないでしょ。これからパンツだけで暮らしていけると思う？パンツの中にいたらどうするの？大丈夫？父、もう平気？もうズボン履けてる？それで。れね、父ズボン履けたよ。父おめでとう。父おめでとう。父おめでとう。履けたね。履けれたね。ハチいないか確認しなくて大丈夫だから、いないから。パパした。ちょっとね、うん、ちょっとこれが入ってるかもしれない。こうやってパパ。入ってない入ってない。ズボンにこう足が入ってたじゃん。向こうからしたら分かんないじゃん。その攻撃されたと思ってやり返してきただけだから、足長バチも身を守ったの。しょうがない。大丈夫だよ。よかったね、女王バチ倒してくれてありがとう。いや、ダメだ、倒したの俺だ。いや、俺がレベルアップしちゃう。やられただけじゃん。武勇伝、武勇伝、武勇伝、でん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 。聞きたいか、俺の武勇伝。なに、まだ足痛いんだろ。うん、昔から伝わる方法を教えてやろう。足を出せ。やだ、怪しい。怪しくないよ、俺が正面かけるだけだよ。だから言ってる。それミミズじゃなかったっけ。なんかアンモニアにはなんか毒をモノコーノするのがあるから、うん、とりあえず試すだけ試してみればいいんじゃない。正面かけてやる。インターネットで調べてからに。インターネットで調べてみよう。ね、調べたらかけていいの。ダメ。そういうことだったら絶対俺かけっからな。検索。蜂に刺された場合の対処方法。絶対にやってはいけない対処方法。患部にアンモニア（尿）をかける。アンモニアで蜂の毒は中和できず、尿は時間が経てば経つほど雑菌が増えます。あ、いってパパ。一応試してみようか。試さないでインターネットで検索。ちゃんとした対処方法としては、刺された傷口を流水でよく洗い流す。うん、やったよ。傷口周囲を圧迫し、毒液を絞り出すようにする。うん、でもその後に患部に虫刺され薬、抗ヒスタミン軟膏を塗って、それが濡れたタオルなどで冷やして安静する。絶対やっちゃいけないのは、患部のおしっこを口で毒を吸い出すっていうのをやっちゃダメです。口で吸い出すってさ、自爆してる。そう、自分の方に来ちゃうからダメ。でもよく漫画とかだとやるよね。昔のやつとかね、なんかヘビに噛まれたとか言ってさ、押せる。そう、無人島とかの漫画とかだとやる。みんなちゃんとズボンの中チェックしようね。蜂がいるかもしれないから。